に連日ご苦労様です。ご大変ありがとうございます。まあ、今日はちょっと遅くなりました。今日9時から都市会寮の理事会がありましてですね、で私はそこの理事長もやってるものですから、抜けられずにちょっと遅くなりました。また今日からですね、11時からは武瀬名で名護市の農産物を使った、食材フェアというのがありましてね、そのところも行かせていただきたいんですけれども、皆さんに、いつも、頑張っていただいているので、少しの間でもいいからちょっと顔を出そうと思って今、寄ってきたところでございます。本当に連日ご苦労様です。今新聞あるいは、テレビ等でも、毎日、寺子の宮ゲート前のことが、報道をされております。その中で、一番腹立たしいのはこの、過剰の警備がですね、いやこれは最低限の、警備だというようなことで、話をしているんですね。ところが肋骨を骨折したり、それから手を痛めたり、頭を打ったり、破壊締めをされたり、本当にこれが最低限の、安全の確保かと、全く、現場を知らない、単なるその報告でですね、このような発言をしているということ、本当にそれは許されないそのことであります。私たちは何も暴力を振るって抗議行動をやろうとか、こんなことをやってるわけではないんですよね。はい、逆に今私たちのそれを抑え込もうと、やっている、機動隊や海保の方がですね、本当に不法な、とも言える、警備をやっている、そういうことで私たちを抑え込もうと、しているわけですが、でも、ここにお集まりの皆さん含め、県民あるいはその県外からの、ご支援もですね、絶対にそれには、屈しないぞと、いうようなことを今こういう現場でも、態度で、示しているということだというふうに思っております。この戦いはすぐに終わるということはないでしょう。でも私たちは昨年の知事選や衆議院選ではっきりと沖縄県民の民意というものを明らかに示したわけですから、それを全く無視する日本政府、そのことこそが大きな問題であって、私たちを敵視をすること自体おかしい、間違っているんです。ぜひ皆さん力を合わせてハードル、権力に対して、私たちは昔からよく向こうの民と言いますけれども、私たちはしっかりとうちなんちゅのアイデンティティ、うちなんちゅの思いを全面に押し出しながら頑張りましょう。皆さん連帯して頑張りましょう。これで音は拾えると思うので、こんにちは、ゲート前にやってきました、ジャーナリストの増山玲奈です。今日は名護市の赤嶺市長にお話をしたいと思います。よろしくお願いします。今日も激務の中、ゲート前に来られて皆さん演説をしていただいて本当に毎日ありがとうございます。ご苦労さんです。本当に頭が下がる思いですよ。皆さん本当に全国全世界からジャーナリストや市民やいろんな方が応援に来られて、辺野古を応援したいっていう声が日々に高まっていることを感じます。やっぱりその現状をやっぱり多くの国民の皆さんに、ぜひ、見たり、聞いたり、して、
理解を広めて、言っていただければありがたいなと思いますね。あの、基地反対を訴えてその、選挙で、勝った南峰市長なんですが、その後、一時期その交付金が、減ってしまったという状況があったと思うんですが、その後市政の方はいかがですか？はい、いや、確かにね、就任した最初の年、まあ、それは、前年度に約束されていた防衛関係のものが、全部剥がされたので、このしかもこの剥がされるのが、12月の25日夜も、年度 もう4分の3は過ぎた、頃から頃に、ゼロ回答、ゼロ査定ということで来ましたのでね、まあ、それから残り3ヶ月間でそれをやっぱり埋めるというのはそれはやっぱり難しかった。でも次の年度からは、また別のメニューを探しを始めて、また国交省であったり農林省であったり、それから学校であれば文科省であったりと、いろんなやっぱり全国一律のメニューがあるわけですよ。何も再編交付金を使わなくても、全国と同じような、やり方でそれをすればですね、事業を遂行するのは、できるんですよ。何も、はい、ただ補助金の率がねやっぱりちょっと違いますけれども、はい、でもそれは、そのことによって財政をその圧迫し、それが立ち行かなくなるというほどのものではないですからね。なるほど。では予定されてた事業を、ほぼ全て、実現することができたということなんですね。うん、はい、まず 100% ではないです。なぜならばですね、はい、その中に事業をやっぱりその検証していくと、はい、何も今やるべきというか喫緊のものでもないし、ただやっぱりあればいいという程度のものも中にあるわけですね。やっぱりそういうのは、きちんとやっぱり検証して必要なものはやりましょう、というようなそのことで、やっぱり市民生活を第一に、はい、考えてですね、一番それに密着した、事業を優先してやっていくということですので、まあ、でもほぼ 100% に近いぐらいそれは達成しましたのでね。もしお話ありがとうございます。今その、尾長県知事がなかなか官邸に行っても安倍政権と対話できなかったり、予定されていた額よりも、振興予算が減らされたということが、まさに年度の3分の1を超えた今、発表され、次年度ということで発表されたわけなんですけれども、これからの沖縄のビジョンといいますか、名護市で実現できたように、沖縄も、これからどんどん基地反対を訴えても、やっていけると思いますか？いや、それは僕は十分にできると思います、はい、なぜならば、47都道府県あるわけですよ、はい、沖縄は別に特別っていうわけじゃありません。例えばその交付税にしても、多くもらってるわけじゃありませんし、国から出されるその財政 の支援もですね、沖縄が特別多くもらってるというわけではないんですよね、これがこの振興策っていう名前がついてるからおかしいんであってですね、どうして沖縄だけには、国庫から支出されるものが振興策なのか、はい、一般に国交省であり農林省であり厚労省でありいろんなところから出てくるそのメニューとですね、はい、これをひっくるめて沖縄振興と言ってるだけの話であってですね、何にも中身はばらせば全部同じなんですよ。そこのところに、国民の皆さんにもやっぱり誤解を与えていることがあるんじゃないのかな。振興予算ということで、沖縄は特別にもらっているんじゃないか、だから基地を、受け入れてもしょうがないんじゃないかというふうにやっぱりなんか誤解を与えてしまっているところがあると思うんです。ですから全くそういうことはありません。ですから、尾長県政が、前年よりこれが削減されたからといって、立ち行かなくなるということは全くないと僕は思っています。
名護市では観光業が一番産業としてはパーセンテージが税収としては多かったと認識してるんですが、実際今名護の一番の産業って何ですか？名護の産業で、確か観光業が一番割合として多かったと聞いたんですが、実際いかがですか？まあ、これはやっぱり名護だけじゃなくて沖縄全体に言えることだと思うんですね。やっぱりこの、1時、2時、3時、産業がそのありますけれども、沖縄全体もそうですし、もう3分の2以上が、観光ですよね。他府県に比べて一番やっぱり、遅れてるのが、二次産業、製造業などですね。やっぱりこれ一番衰えているというか低い、ことがあるわけですけれども、もう一つにはやっぱりこれまでも沖縄を支えてきたのは第一次産業、中でもやっぱり農業というのは、これまでも沖縄の、基幹産業、サトウキビだとか、それからパイナップルだとかというものだったんですが、最近は、沖縄の気候、亜熱帯気候を、特性としたその花ね、花、柿栽培が、とても盛んになっていて、それによる収入というのもかなり農家の皆さん上げてきておりますね。でそれで私は、いわゆるその観光と、農業との、コラボをさせる、いわゆるその六次産業というものを今進めておりまして、もう2年前から、アグリパークという、施設を今建設中で、27年度にはもう今3年がかりの計画でやっていますが、27年度ではそれがでも完成をするという、そうすると、ここでできた、農産物あるいはその薬草であったり、っていうものを、食材にしたレストラン、あるいはまたそれらを、題材とした、お土産品、グッズなども含めてね、それでこうできていくと、このアグリパークを中心にまた、非常に大きな、効果が期待できるのではないかというふうに思っています。すごい前向きで素敵なビジョンを教えていただいてありがとうございます。実は私も、その沖縄を観光ということで応援できないかなと、私も主婦でもあるので産業、農産物を買ったりとか、ツアーに来て観光でお金を落としたりとか、そういうことで沖縄を楽しみながら経済を応援するような流れができないかなと、反対運動も同時にやりながら次のビジョンを作っていけないかなということを考えてまして、これから実はかりゆしグループの会長さんとアポを取らせていただいて、そういうツアーをしたいんだということを提案しようかなと思ってます。そうですね、やっぱり他府県にはない楽しみ方がやっぱりあると思うんですよ。特にやっぱりこの、今体験型、あるいはその交流型というのが、かなりこう、底辺をやっぱり広げていておりますのでね、それらはやっぱり、コラボをしてそのやるということによって、さらにその観光の中身というか質がですね、だいぶその高くなっていく、そしてそれが滞在型の、観光というものにも、つなげていけると思うんですね。そのことによって、さらに足腰の強い農業と足腰の強い観光というものが、沖縄の自立経済をやっぱり引っ張っていく、大きな、原動力になるだろうと。そういうツアーを企画させていただけませんか？関西の仲間を引き連れて